英語でチャレンジです。え、こんなことある？オンパレードやー。よし、5人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 、
10分ぐらいかな、結構近い。 K マートのねすぐ裏側にあります。でバスとかも出てるから多分ねツアーとかもあると思うんですけど、I get water. I mean, Pepsi. Yeah. I get water. Oolong cha. This one, cha. Oolong cha. What? Water. 水. Huh? 場所はねまたマップこの辺に貼っときますのでよかったら皆さん参考にしてみてまあ、今日は友達がね日本から来てて、あこれパパ、パパグアムの友達です。じゃあ頼む、久々かも焼肉食べに来るの、多分最後にここ来て1年ぐらいは経つかもしんない。うん、ここのね定番はこの骨付きカルビ。これが一番定番。なんか自分たちで焼いて切るような感じのやつ。これ。それできたの？骨付き頼んでみようよ。そしたら。うん、英語でチャレンジです。You can. One. One. Two. 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 これこれ。これ？うん。骨なしカルビ。One. カルビスープとキムチチゲはご飯ついてます。あ、ご飯ついてる、ご飯今2つついてます。っていうか、店員さんね、めっちゃ日本語喋れるから、多分ね、全然ね、あの英語喋れなくても大丈夫です。You can? Two. Two. OK. サンチュは？サンチュとネギサラダ。ネギサラダ。うん、ネギサラダ美味しいです。でもね、グアムに来て、韓国焼肉って、ありかなしかどっちですか皆さん、コメントでコメントをしてください。グアムに来て多分初めてやったら多分ないかもしれないけど、リピーターやったらありかな。でも焼肉来たらまた取る。ウーロン茶おいしい、おいしいよウーロン茶。コメントうんデリシャス、おいしいよウーロン茶の CM ができる人です。企業様オファーお願いします。とりあえずキムチを食べてみるか、うん、キムチ意外と、はい、意外と意外と焼けてた。キムチかもやしか、キムチ食べよ食べよ、違うよキムチスパゲティ、スパゲティじゃない、フレッシュ、おいしい。そしてこれももやし、おいしい。 Is this your first time here? No, I always eat the kalbi here. Here? Yeah, lunch time. 何でてくれんだ？何よ？Good job, mama. Oh yeah. Oh, it's tea. Okay.オッケー。ユッケが来たのでフレッシュなユッケが、ういいや長いな、でもユッケこれユッケ、
て。すいません、ネギサラダ。2人収めないと。冷たい、そしてうまい。サラダ来た。どう？え、ユッケ美味しい。ユッケ食べた。うん、そしてこれは生ガーリック。うん。生ガーリックと一緒に。もういらない。これでしょ。これでいい。みーちゃんにお願いする。ネギサラダとユッケ。リンゴも入れて。え、生ガーリックってこんな辛かったっけ。辛っ。タン。うまい。そして大好きなこれ。うん、これ焼くやつ。うん。ベストマッチ、肉とご飯。これはもともと焼いてもらってた骨付きカルビ、キムチと一緒に。美味しい。久々の焼肉は最高。やばい、タンがやばうまい。うまいね。食べやんもおいしい。頼んだ。Love it。次はLet's try カオビスープ。これもしかして。そうそうそう、これ。うん、おいしい。でかいね、しかしカルビが。カルビがすごく大きい。パパちゃん真似して。あら。でも美味しい。辛いけど美味しい。これいいよ。グーグー。辛くない。の、うん、辛い。うん、全然全然いける、うん、キムチスープを Let's try。Number two。ご飯がないと僕はおかずが食べれないんです。これでんじゃないか。春雨ね。もう一回言って今の。もう一回言って。ところてんって言ったね。春雨。春雨ね。びっくりしちゃった。ところてん入ってるよ。いや、麺があるな。おいしいところてん。バカにし始まった。すごいからね、長いからね。おいしいところてん。おいしいよ、ところてん。オッケー。うん。ところてんおいしい。デリシャス。おいしいです。やばい。ところてんはデリシャス。ユッケでしょ、骨付きカルビ、うん、骨なしカルビ、うん、キムチスープ、カルビスープのこの中で、あと牛タンか中で一番自分のベストを選んでもらいます。でも俺からいきます。牛タン、牛タンがナンバーワン。牛タンとキムチのコラボが一番美味しかったです。 And rice next。 キムチ。キムチだけ。キムチ単品で。単品でキムチ。わかりました。はい、ユッケ。ユッケ、ユッケ、ユッケナンバーワン。メラの私。カルビキムチスパゲティ。あ、カルビとキムチのスパゲティが。スパゲティじゃない。美味しいです。デレレ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 レ
キムチスープ。キムチスープがナンバーワン。ナンバーワン。辛いけど美味しい。グーおすすめ。ナンバーワン。グー。5人いるのに誰も被らなかったという、こんなことある？どれも美味しいしね、全部全部美味しいね、うん、ということでした。皆さん、参考にしてみてください。なんかあんじゃん、お鍋にラーメン、グー鍋だけどラーメン入ってて、こう食べるやつ、うん、あれ聞いてみる。鍋にラーメン入ってるやつ、何あれ。ラーメン。ラーメン。あー食べてる今。あ、それはもうこっちのスタイル。じゃあわかめスープに飲んでから後でラーメンに入れて。あ、絶対おいしい、それやばい、食べたかったそれ絶対時間だったな今の。食べたい聞いてみんな、今ね、ご飯お腹いっぱい食べた後にね、今さ、この画面のさ、後ろでさ、まかないを食べてる人たちがいるんだけど、それを見てね、お食べたい、食べたい、優しい優しい、でこんなことある？後ろでまかない食べてる人たちのご飯を食べたい食べたい言うから、え、こんなことある？やばい、こんなことある？本当に、はい、わ、本当に来たよ。すごい、すごい。やったー、熱々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 、Thank you。でも本当だ。わ、美味しそう。Thank you。やばい、Thank you。これは美味しいよ、絶対。そうなんだ。ね、言ってみるもんだね。言ってみるもんだよ。これは言ってみるもん。よかった。どうしても食べたいという、ここのレストランセジョンのまかないをもらいましたので感想をいただきたいと思います。もちろん食べてもらうのはこの人、すぶたちゃん。これはまさにラーメンのオンパレードや、オンパレ、オンパレ、オンパレードや、オンパレードや。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターもやってますので、よかったら見てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ、バイバイ、バイバイ。